兄ちゃん。どうかした？今頃気持ち悪くなってきたの？うん、1時間休ませてもらったら普通になったから。今日はやっぱりトモくんのお墓参り行くの？じゃあお昼ご飯は？商店街の近くだけど。図書館なんかに行くの？珍しいわね。けど戻ってから？土曜日は確か早くに終わっちゃうはずだけど。やってることはやってると思うけど、休館日は月曜のはずだし。本当に待っててくれたんだ。
ほんと嬉しい。ひっつき虫。それはもう大丈夫だよ。そうかも。それじゃ、バイバイ。迎えに来てくれてありがとう。こんばんは。ちょっといいかな。じゃあ紅茶で。お兄ちゃんですか？したいことがあるんだ。うん。あの時は時間が足りなかったから。そうじゃなくて、話す前に頭の中で整理したかったから。うん。兄さんのことなんだけど。うん。最近会った？昨日とか今日とか。兄さんのね、様子がちょっとおかしいような感じがして。それで京介も何か気がついたことはないかなって思ったんだけど。なんていうのかな、ちょっと怖いような感じがするというか。そう。なんだかね、気になるの。胸騒ぎ。こ
言葉でしか知らなかったけど、こういうのが胸騒ぎっていうのかな。美味しい。芥川龍之介だね。うん、お願い。ただね、観察するまでもないと思うんだよね。いつもと違うなって、私すぐにそう思ったから。私、頼ってるかな。ううん、なんでもない。それじゃあね。もうやめる。確認だけど、お兄ちゃんもそれを望んでいたんでしょ？お兄ちゃんの言う人殺し、それから逃げ出さないってこと。少なくとも逃げる先は私じゃない。そう考えていいの？そう。やっぱりお兄ちゃんに特別な人ができたのは本当みたいだから。だからもうやめるの。続けているうち、私のこと女として愛してくれるようになるんだって思い込もうとしていた。
私が言ってるんだから間違いないの。本当言うと分かっていたことだから、けれど諦めきれなかっただけで、どうしても諦められなくて。私本当にそういう人間だから、バカみたいに諦め悪くて、普通の兄弟であることを捨てても放棄できなかった。寂しいね。じゃあ戻る。少し引きずりそうだけど、その間に心変わりを待つくらい私は未練がましいから。